このコンテンツは音声だけでお送りします。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は用品購入がありました。来年度入園してくる子どもたちが、幼稚園に来てくれて、制服の採寸だったり、来年度使う用品の購入をしていったんですけれども、制服を採寸していくんですけれども、やっぱりまだ4月に入園なので、今日着ていった制服はまだまだみんなには大きくてブカブカなんですね。その着ている子供たちがなんかもう制服が歩いてるみたいな感じで、もうすごいその姿が可愛らしいなって思ったのが一つ私の幸せだったことです。で、また以前にこう幼稚園に来ていて、で、その妹さんだったり弟さんだったりがこう入園今回する来年度するということで、以前幼稚園に在籍していたお姉ちゃんお兄ちゃんたちも一緒に来てくれて、その久しぶりに会った時に、あ、福士先生っていう風に前来ていたお友達がすごい覚えてくれてたんだなっていう風に思ったのと、小学校楽しいって聞くとみんな楽しいよって答えてくれて、何が小学校で楽しいのっていう風に聞くと、こう図工とかいろいろ教えてくれて、そんなやりとりもすごく幸せになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。